というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。ですね、まあ、今日のね、はい、ドア玉ですよ。これがまあ今日一番最初ですよ、撮影の ね全部、はい、一本撮りで、はい、撮り切って、はい、カメラ撮れてないってあのね、もうテンション下がるんだよね。ちょっと17分喋った後の撮れてないはやっぱ心にきますね。だからこれがね、本当にこの翼チャンネルのマイナスなところというかそう、なんかね、台本もなくやってっからもうなんかね、テンション下がっちゃう。喋り場通したのにまた同じことを喋るんだと思うと、そうですね、疲れちゃうんだよね。これ全部台本あるんだったらもう一回やね、そうね、あのやればいいやなるんだけど、ないから、もうテンション下がった状態でもう一回アドリブでやるわけでしょ、これきちんと。同じことがあった時にどう反応しようかとかありますからね。だからもうしょうがないから、もうドア頭からやりますよ。はい、はい、そういうことですね。はい、ということで、何でしょう、ツイッターでね、はい、何でしょう、みんな飯テロとかよくやるじゃないですか。いや、見ます見ます。はい、僕ね、はい、これを結構見てるんだけども、はい、まあ、噂の T なんちゃらさんですよ。噂の T なんちゃらさんは、はい、ランチと夜を乗っけてくれるんですよ。うまいか、毎日。だからこの人が1週間どういう食生活をしてるかっていうのが丸分かりなんですね。ハッサンさんが、そう、だから僕はもうちょっとね見てて、あれ今日はカロリー高いんじゃないのその食事だんだん健康管理を心の中でし始めちゃってる自分がいる T なんちゃらさんのね、はいはいはい、うん、まあそういうのも一つの楽しみかな、はい、でまたね、美味しそうなもの食べてるんですよ。あ、そうなんですか。いや、そうなんですけど、まあ、確かに、ね、だからこそ見ちゃうってのもあるね。美味しそうだし見てて、そうそこから派生しての管理者さん、そうそうそう。たまにさ全然興味ない、どうでもよこんなのってあげてる人もいるじゃないですか。まあいろんな食生活とかね、お寿司ってね、これクソ安い寿司だよね、丸分かりなやつとか寿司、ね、これ2回目だからちょっとねミス入っちゃう。いや、そう、さっきここまでなかった、そんなじゃなかった、さっきなかったけど、もうちょっと今イライラしてる。いや、もうなんでイライラする。2回目ちょっとディスっちゃって知らない、全然架空の人物をね、そう、架空のね、誰かってわけないけども、いや、そうですね、はい、まあだけどいつもね、はい、ティーナンジャーさんにはそこ名誉を楽しませてもらって、あ、だからもうあれはまたね、ずっと続けていただいてってことですね、はいはい、そんでです、今日ね、はい、そう、僕はあの、快挙というか、はい、まあこれですよ、今これはやっとというか、ちょっとここの位置まで来させていただきます、おめでとうございます。これ英雄ね、はい、これも一応これがなかなかすごいんじゃないですか。そうですね、これはあの特技をつけることができないんで、差がないんで、本当の力勝負というか、バッチバチやりたい。ただ僕ね、あんまりこの系統別って見てなかったんで、あ、そうなんだ、もしかしたらどっかで1位になってるところとかそのあったかもしれないんですよね、今までの中で。実はそう、あまりにもなんかだんばんなんか物質物質うるせえこと言ってるからっていうようになったんであって、僕魔獣もね2番とかなんですよ。あ、そうなんだ。そう、魔獣と英雄、英雄は多分ね最近上がったと思いますよ。あ、じゃあ今までは別、まあ見てないから分かんないけど、魔獣ぐらいしかなんか上の方にいなかった気がしたんだけど、あ、そうなんだ、気づいたらこんなんなって、まあちょっとこれもついでにね、はいはいはい、ちょっと狙って、はい、まあ今日限りだと思うんだけど、はいはいはい、この順位になりました。そうですね、ブロンズの色はつきました。大体僕当時もブロンズコレクターだから、この色は似合ってるといえば似合ってる。ここが定位置かもしれない。そう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 。はいはいはい、まあそんなことを先に言いつつも、あ、これ目玉ですよ。うん、はい、まあまあやることないんですよ。まあなおさらってことですよね。あの金箔のキラーゴールド。キラーゴールドです。はい。来たけど、はい、まあそもそも僕知らないしね。そう、これ11のキャラですからね。周りにいる金の連中も全然知らないし。とりあえず塗っとけがいい。ただちょっとギガンテスのあの形のやつはかっこいいな。なんとなくね、思ったりもするんだけど、はいはいはい、まあもうこれ2回目なんで、はい、ここはもうね、参っちゃう。ちょっとしましょう。ここも参っちゃう。ここさっき3分ぐらい喋りましたけど。そうそうそう。もう話す気にもならないから、はい、うん、ここどうでもいい。で、はい、3余目ね、はい、そうですね、のブライダルの時に、はい、まあ1枚チケットもらえたでしょ。ガチャ50人、まあ、要するにあれ、いや違います、あのストーリー中に1体もらえたでしょ、あのルドマンのあの指輪それみたいな、あれも復活したわけでしょ、去年追憶で、はい、追憶でもあれできるようになったんだよね、はいはい、そうです、取れてない人はあそこで改めて取れるわけで、はい、ここで1枚なんかチケットをもらえました、お嫁さん選びましょう、はいはい、でまあ今回ですよ、はい、10連のチケット5枚、いや、まあ、あれね、単発チケット50枚なんですよ。単発装置だから1枚ずつでも消費できるんです、あの5枚、あ、1枚ずつを、あ、別にいいんじゃないですか、そんなん当たり前じゃないですか。あ、だからなんていうか、だって10連チケットもらったって1枚ずつできるでしょ。まあそうなんですけど、その今まではその10連チケット1枚で10連しかできなかったんですけど、はいはいはい、あ、なるほど、今回は単発ができる。そうだから、例えば昨日だったらグレイナルを1枚ずつ引いて出た瞬間にやめるっていうことになったんです。あ、なるほどね、はい、あ、それはだから持ってない人からすると、そう少しでも無駄にしたくない。そう、10連やって7枚目出たのにあと3枚いらなかったをやめるための単発、それぐらいだから目玉だと。そうそう、まあ、今回は多分それは税の感覚なんで、僕は分からないですね。そう、あなたから存じ上げないです、そんな感覚は。ここまで見てないわけだから10しかないんだよ、気持ち的にね、はい、これ新しい3枚とかあっても引かないんですよ、基本的に。残っててもね、残ってる時あるからね、はいはいはい、
間髪した後に3回回したこととかありますけどね無駄だ。そうなっちゃうってことだ。だって日々もらえるんだからいらなくなっちゃう。そういうことですよね、はい、うん、でね思ったんですよ、はい、今回本当にまあグレイナルだとか、はい、まあ、ノルマゲスだとかそうサージタウスとかそう、いっぱい出てきます。みんななんだか使えるんですよ。まあ使えないのも2匹ほど分かった。あ、本当だから翼くんだって欲しいものいっぱいあるわけよ、ね、あります、いっぱいありますよ。だけど僕みたいに不要の人もいるわけですよ、うん、その上位になってくるね、うん、はい、だからこういうのを譲れる機能ができればいいなっていうのを考えます。そうですね、これ譲れたら、これは何かというとギルドから派生するんだけども、なるほど、まあ、やっぱりこのギルドの中身街を作りながら、はい、まあ、前回も言いましたが何の変化もないと見た目も変わらない、全く変化ない、はい、このレベル5ぐらい何も変わらないんですよ、はい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 、今85ぐらいでしたよ。これでちゃんと確認しました。3桁くるぞ。だから80から85まで多分これ変化してないんですね、これね。もう何もない、もう売り切れちゃってこの、はい、作ってた仕込みがもうなくなっちゃって80までしか作ってないよ。そんぐらい今もう運営さんは2周年に頭にそうですね、もうここをね忘れちゃってるわけです。もう手つかずなわけだ。だけどこのギルドができた時に、はい、闘技大会うんぬんより先に、うん、これ町が育って宿屋とかお店ができて、はいはいはい、道具屋さんとかできてスタミナ層とか手に入るんじゃないかって、うん、こういう期待ができました、うん、そうです。あと、ギルド内でキャラの貸し借りが、うん、レンタル機能みたいなのもありました、ね、そうすれば翼くんみたいな雑魚キャラも貫突のキャラをね使わせていただける。貫突ネルギルとかもめっちゃ借りたいもん、ね、その代わり逆は何の得もないんだけどね、はい、うん、得なんていらないのね、だからまあそれをね500ジェブで借りるとかね、あ、まあそうですね、はいはいはい、まあ、何でもいいけどあの夢はいろいろあるじゃないですか。ありました、ありました。何も進んでない、何にも変わってないです。何ですかこれ、なんか町からなんか国から苦情かなんか来てちょっとその整備ストップしたんですかね、これ。これ以上広げないでください。あ、そう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 。よその国の王国から。ねえ、ダメだ。ここは俺の土地だって文句つけてるやつがいるのかもしれない。新しい戦争始まる。二回目でちょっと生まれました。そうね、また話が。ちょっとずつ変わっていってるんで。新しい生まれました、ね。そうですね。あ、これが毎回アドリブでやってる。そうですね。二度と同じものできねえから。そう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 。まあそんなのを、はい、があるでしょ。だからこのね、まあワンチャン翼チャンネルで、はい、毎回ほら100人単位でプレゼントやってるじゃないですか。やってます、はい。こんなのをこの5枚50枚、はい、このチケットをプレゼントしますよって言ったら、あ、全然できないですか。これは盛り上がりますよ、ね、そうですね。でだからそのために ID ってあるでしょ。自分のね、うん、あります。あそこに送れればいいですよ。そうすれば Twitter も何も経由しなくていいじゃないです。はい、そうなドラクエってそうなんです。お土産送れるでしょ。あ、そうですね、僕送りました、はい、ああいうのでいらないチケットとか、まあ例えばですよ、じゃあゴールドが枯渇してるよと言ったら、うん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 、俺問一だけでいいこういうのも成り立つわけですよ。氷菓子ね、はい、そう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 、まあ、とかあの虹くりと交換とかみたいなのもできる。こういうのもちょっと解禁してもいいんじゃないかな。うん、ね、だってこの、まあ、常設がまた増えるって言われてますよね。2周年でという噂は言われてるし、こうやってまあまあグレイナルにしてもサージにしても復刻したりしてるから、うん、はいはい、まあこのいらない人も中にはいると。だったらこのいらない人があげたって、うん、別にそんなねないと思いますよね。何にもないんですよ、うん、こんな虹も何メダルを得るためにガチャとかなんか正直無駄でも無駄しかないし、まあその監督税からすると、うん、はい、だからね、なんだろう、分かんないけど税からいつも文句つけられてるけど、こういう時に譲渡してくれたらおそらく税もこっちへ引き寄せられますからねまあウィンウィンの関係にね、そうそうそう、なる可能性です。こっちはウィンないですよもうだからそこをぼかすために俺今言ったんだから、あ、流していいの、はい、まあでもほら釣れるじゃないですかあ、もうだからその言い方をしたくなかった、うん、だけどこれは、はい、税は喜びますからね。まあ損はないですから。そうそう、ただでくれるっていうものをいらんっていうやつそうそういないんですよ。まあ見たことはないですよ、ね、はい、うん、だからこういうのがあったらいいな、うん、ただこういうのをプレゼント企画にすると、うん、ギルド内がブーイング出ますよなんで俺たちに渡されるんだよ。仲間にまず出そうぜと、コッティさんが真っ先に意義ありって言いますよ意義ありっつって絶対言います。私にください。そう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 、だから結局表向き抽選してるようにして結局何万台しか当たらないとかまあチームリボンでしか当たらないとかこうなっちゃう。こうなんか何そうするとまた税は文句言う。これやらせだろ。何の損もないのにここ文句出ちゃうから絶対やらせだろ。ふざけんじゃねえこっちはね期待して応募リツイートしたのに何かましてくれてんねんでもその筋はちょっと違う、まあ、向こうからしたら本当に僕は言っちゃいけない。これまた地下のね食料費売り場の話になっちゃうからダメなんだけど、はい、まあでもそういう機能はね、うん、まああれば全然。だからこれ本当に2周年、はい、何かを変えないといけない局面、うん、ただ運営さんがそこに気づいてるかどうか、はい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 、いつも通りに長いなんか40回だか50回のタワーを作って、はい、新キャラちょっとね派遣のキャラを入れときゃこれでいいやととりあえずね、はい、思ってたらちょっともう終わりですか、うん、ユーザーが少し離れるんじゃないかな。まあまあね、うん、それはすごい。そのいつこの街は発展するのかっていうことになっちゃうけどだって結局ね、だんまんだ僕は11月からずっと同じチームにいますけど、はい、まあ動いてる人だってたくさんいるじゃないですか。いや、それはそうですよ、はい、そうするとこのゴール地点っていつ見れるのかなって話
になっちゃうんですね。わからねえから。まず断版団とか最先端にいるわけですよ。はいはいはい、そうですね。そう、それを考えると大変なことですよ、これ移動とかしてもらう ね、 だって翼くんだってオニコン教団からかそってるチームリボンに動いたわけですよね。まあ一応まだね、まあその新しいオニコン教団は11月から機能してるわけですから、はい、だから本当にこういうことにもなりかねない、まあ、もう少しちょっとこっちにもね、うん、だからねやっぱね本当運営さんっていうのは商売にならないこと動かないのね。金が全て。そうなんです、そうなんです、はい、だからもういいじゃん、もうギルド内限定ガチャとか作れへんやつ。ダンマンとそういうのも OK です。いやバッチバチ回しそうですね。そうそうそう、はいはいはい、だからそういうのもね、はい、でだからギルド内のガチャは、まあ、ちょっと高くてもいいからスタンプが豪華だとか、うん、いいですよこれ4000ジェムとかでもね。いいんですよ、もう最悪そういうそのレベルで、はいはいはい、そうそうそう、そんなのでもいいから、はい、うん、なんか作ってもいい、何かしらが欲しい、それがまあせめて月に1回だけ回せる、ね、プレミアガチャみたいなのがあっても、ね、ギルド内だけにあってもいいんじゃないかなとか、うんうんうん、あ、まああとなんか月の貢献度によって何かそういうもうちょっと得点をね、うんうんうん、出してくれてもいいんじゃないかな、何せ1位から10位だから20位まで全部同じとかって弾けないでしょ。まあそうですね、結局、うん、なんかちょっとあったのはそろそろギルドの順位のアイコンとかも出てもいいんじゃないのって話も若干ありましたよ、限定みたいなとか、はいはいはい、闘技大会1位、はい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 、マスター1位のなんか勲章みたいなのがね、本来それが先にあるべきです。いやそうですよね、こんだけアイコンどうでもいいアイコンを握らしといて何大事なとこやんねえんだって話なんですよこれ。ということでもうなんかもう2本目でだいぶ疲れてきたんで、はい、まあこのぐらいで終わろう。はい、分かります。だいぶちょっと奪われたなと思って。そうですね。手応えだけちょっと感じました、ね。逆にさっきのがなかったり。2回目は良くなった。良かったです。じゃあこんな感じで。どうもあざした。翼チャンネル。チャンネル登録してくれよ。な。チャンネル登録してくれよ。な。